はい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 、ハイテンションがで始まってみで終わる大物鉄道系 YouTuber、 その名もガビっていうことでね、皆さんおはようございます。今の時刻は何時かというと4時23分ということでね、もう本当朝っていうレベルじゃないぜっていう感じなんですが、いやもう本当に朝早すぎだろってね、本当大隅くんもこの間の長期の旅で言ってましたけど、いやすげえ大隅くんの気持ちよくわかるわ。本当朝からテンション上げていかないとやっていけないぜっていう感じなんですけど、今回この動画は東京駅を始発で出てひたすら普通列車を下って移動してきたっていうことでやっていきたいと思います。まあ、いや、じゃあ今回この動画はね、東京駅を始発で出て東海道線をひたすら下って四国に行きたいと思うので、東京から岡山までを普通列車で移動していきたいと思います。各主要駅にね、何時頃到着するかっていうのを、まあ、中心に記録していくというわけでね、やっていきます。いや、朝早すぎると東京駅って全然光んないんですね。駅前もね、もうご覧ください、もうね、人がほとんどいないというような感じでね、こんな東京駅見たことないですというわけですね。まあ いや、じゃあ早速1本目の電車乗っていきたいと思います。今回はこちら秋の乗り放題パスってやつを使ってひたすら普通電車に乗っていきたいと思います。まあ、実質18切符の廉価版みたいな感じなんですが、これを、秋の乗り放題パスっていうのはなんか3日間連続でしか使えなくて、しかも1人しか使えないっていうのが18切符とは大きな違いになります。さあ、じゃあ東海道線の時刻を見てみましょう。これね、東京駅をね、一番最初に出る東海道線っていうのが5時20分発の沼津駅ということなんですね。今の時刻が4時半ということで、もう50分今から待つのっていう、そういう話なんですけども、違うんですよね。実はね、東海道線をもっと早く下る方法があります。じゃあそれは何かっていうのも紹介します。あ、すいません、改札に入りたいんですが。はい、お待たせしました。ありがとうございます。昨日の朝も、うわ、すげえガラガラですね。本当にこんな人がいない東京駅って初めてですね。東海道線の始発は5時20分発ということなんですけども、この京浜東北線の南行きの始発は4時41分ということで、東海道線より40分も早いということなんですね。とりあえず一番最初はこの京浜東北線に乗って品川まで行きたいと思います。山手線も4時50分なんですけど、4時50分の次が5時18分ということで、30分後まで電車がないということなんですね。いや、もうそれだけ見るとなんかこの時間帯の山手線って本当に田舎の路線みたいな感じですね。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は京浜東北線各駅停車大船行きです。次は有楽町、お出口は右側です。次は大井町に止まります。品川駅始発の東海道線です。東京駅は5時20分が始発列車だったんですけども、品川駅ってそれよりも早い時間帯に出る東海道線が存在するんですね。これ5時10分に出るっていうことなので、東京駅よりも10分早いということなんですね。じゃあこれに乗って、ひたすら下っていきたいと思います。
東海道線ということなので列車番号も 725M ということでね、上の東京ラインはいいですが M になってますね。じゃあ乗っていきましょう。熱海に着きました。乗ってきたこの233系、これ5両編成の運用ということなんですね。なんか平塚始発のやつだと朝に何本か5両の運用があるというわけですね。で、熱海からは JR 東海のエリアに入ってこちらの313系に乗っていきたいと思います。川松に着きました。現在時刻はだいたい9時20分ということなんですけど、もうなんかスタートから5時間ぐらい経ってるってことなんですね、なんか時間の感覚はもうすでにおかしくなりつつありますが、ここから先は、普通列車の豊橋行きでまたさらに下りたいと思います。よし、じゃあ前原に着いたので、ここから西日本の管轄に入りますね。今12時20分なんだ。
あ、結構もう時間経ちましたね。腹減ったな、なんか食いたいけど、もう全部接続がいいからコンビニに行く時間ないんですよね。まあじゃあとりあえずこれで姫路まで行きましょう。姫路に着きました。で姫路でね、あのコンビニがあるから昼飯を買ってきました。でもなんか本当にこの旅行するとかなり生活習慣が狂うなっていう感じがしますね。まあじゃあ早速この播州箱駅に乗っていきましょう。ということで今日の目的地岡山に着きました。現在の時刻は16時40分ということで、まあ、東京出てから12時間かかったというわけなんですね。12時間だよ、12時間。もう半日ずっと普通列車乗ってるという感じなんですが、いやーまあでもその代わりかなり安く移動はできてましたね。東京から岡山まででだいたい2000円ちょっとぐらいってことなので、そんだけ安く移動できるんだったらまあ12時間ギリ我慢できるかできないかっていう、そういうレベルですね。まあでも次やれって言われたら僕は絶対にやりたくないです。いやあときついもんだって、普通にだってね、昼ご飯食うタイミングないし。まあ いや、じゃあこの動画はここで終わりにしたいと思います。青春ジャースキップでこのような旅する方はぜひ、まあなんだろう、昼飯のタイミングには気をつけていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。